ルスラン・ナイリエビチ・ジガンシンは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手。姉は、アイスダンス選手のネッリ・ジガンシナ。パートナーは、エレーナ・イリニフ・ビクトリア・シニツナ。2014年ソチオリンピックロシア代表。2012年世界ジュニア選手権優勝。2011年ジュニアグランプリファイナル優勝。1992年モスクワ生まれ。 5歳上にあとアイスダンス選手として活躍する姉、ネッリがいる。1996年にスケートを始める。ビクトリア・シニチィナとカップルを組み、2006年頃から全国規模の競技会に出場。2008年から ISU ジュニアグランプリ他の国際競技会に出場し、2010、2011、ISU ジュニアグランプリではファイナルに進出しに行 t なる。2011から2012シーズンは、ジュニアグランプリ、ジュニアグランプリファイナル、ロシアジュニア選手権、世界ジュニア選手権と、出場した試合すべてで、SD、FD1 位で優勝という成績を残した。2012から2013シーズン、シニアクラスに移行し、グランプリシリーズに参戦。ロステレコムハイでは、銅メダルを獲得した。 ボルボーオープンカップではシニアの国際大会で初めて優勝を果たした。2013から2014シーズン NHK 杯では SD のリフトで落下し8位スタート。FD でも挽回はならず最下位の8位で競技を終えた。ユニバーシアードでは3位。ロシア選手権の表彰台は過去3年間同じ顔ぶれだったがエカテリーナ・リャザーノは イリアトカチェンコ組を破り銅メダルを獲得。ソチオリンピックの代表権がかかった、ヨーロッパ選手権ではロシアで2番目の成績を収める4位となり、代表に内定。オリンピックでは16位、世界選手権では自己ベストを更新しのな,ないだった。このシーズンを最後に、シニツナとのカップルを解散し、4月7日には新たに、エレーナ・イリニフとのカップルを結成した。 2014から2015シーズン、新カップルデビュー戦の中国杯では4位。ロステレコム杯では、お互いの前のパートナーであるビクトリア・シニチナ、ニキータ・カツラポフ組を破り銀メダルを獲得した。初進出のグランプリファイナルでは6位。ロシア選手権では、初優勝を果たした。欧州選手権では、SD2 位となるも、 FD ではリフトを落下させるミスがあり8位、総合4位となり、メダルを逃した。2015から2016シーズン、中国杯で、銅メダルを獲得。ロステレコム杯では、SD のシークエンシャルツイズルで、転倒があり、総合5位。2年連続のグランプリファイナル進出を逃した。ロシア選手権では、 SD の点灯が大引き、FD での挽回及ばず4位に終わった。2017年5月17日、競技委員会をすることが発表された。ありがとうございます。